今年も買ってまいりました、ボドゲ福袋 in バトンストア。梱包されておりました。この時点でもでかいの1個と小箱が4つ入ってますよね。楽しい楽しい。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 用意スタート。はい、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。明けましておめでとうございます。この動画ではですね、バトンストアさんのボドゲ福袋1万円分を開封する動画となっております。監督ですね、昨年もジェリージェリーカフェさんとイエローサマリンさんの動画を2本出しました。で、今年もですね、買っちゃいました。でね、昨年のボドゲなんですけども、まあ、やっぱコロナの状況でですね、まあ、結構売っちゃったんですよね。で、なぜ今年買うのかと言いますと、遊びたい。今回ですね、通販で購入しました。監督が購入したのは1万円なんですけども、他にもですね、5000円、2万円、3万円、5万円、10万、一番でかいのは20万円のものをですね、販売しております。ボドゲ福袋を開封していきたいと思います。こちらの段ボールで届きました。こういった形でですね、梱包されておりました。この時点でもうでかいの1個と小箱が4つ入ってますよね。楽しい楽しい。ちなみになんですけども、インターネットで注文したんですけども、備考欄にですね、持ってる商品の名前を書くと被らないように配慮してくださるというですね、もう素晴らしい対応ですね。このバトンストアさんはですね、スタッフ厳選のボードゲームが入っております。入ってる商品点数は、福袋によって異なるというわけですね。見た感じ5個入っております。1万円分のバトンストアさんの福袋開けていきたいと思います。まずはですね、なんかこの変な形の、変な形ついたら失礼か。なんでしょうかね。これは絶対ね、持ってないね。ドロッセルマイヤーさんの法廷気分。嘘か本当か裁判気分。推理と直感のお手軽裁判ゲーム。なんか面白そう。ゆるゲーらしいです。年齢が8歳以上、時間は20分から30分で、ルールは簡単。よし。人数は4人から6人。当たりじゃないですか、これ。推理と直感のお手軽裁判ゲーム、法廷気分。被告の証言は嘘か本当か。果たして裁判長の判決は。ドロッセルマイヤーさんの法廷気分。一番ちっちゃいの行こう。一番ちっちゃいの行こう、はい、多分傷つかないように防止してたもんですけども、いや、持ってないね。ニムト。名前は知ってるぞ。ドイツナンバーワンのカードゲーム。2人から10人までプレイ可能。時間30分で8歳以上がおすすめです。簡単なルールで10人まで遊べます。ドイツナンバーワンのカードゲームなんで間違いないでしょう。ニムト。数々の賞に輝くドイツのナンバーワンカードゲーム、ニムト。簡単なルールで10人まで楽しめるカードゲームの決定版。はい、次行きましょう。ではですね、2番目に大きいものですね。ポンポン。ザ・マインド・エクストリーム。何これ、ザ・マインド。もう飽き足らないあなたへ。ザ・マインド・エクストリーム。2人から4人で、時間は20分で8歳以上の方。カードは120枚。なんか不思議な感じ。このパッケージいいね。よし、これもいいと思います。フランス年間ゲーム大賞2019を受賞し、ドイツ年間ゲーム大賞2018にもノミネートされた話題のベストセラー、ザ・マインドはもう遊びましたか？遊んだなら、その上の上級版であるこのゲームがおすすめです。どうぞ、より奥深くなったマインドの世界を満喫してください。続きまして、最後の小箱です。はい、2番目に大きなものですね。はい。ああ、こっち。ああ、なんかこれ知ってるぞ。テストプレイなんてしないよ。ゾンビとバナナ。これ知ってるけどね。持ってないんだよね。やったこともないし。ね、1分から5分。あ、いいね。2人から10人までで13人以上の方ですね。こちらもですね、持ってないんでいいと思います。このゲームは、理不尽。勝敗がめちゃくちゃなことで決まるの。みんな知ってるし、大好きだよね。ゾンビや海賊、宇宙船テーマが加えられれば、面白くなること間違いなし。さあ、バナナもあるし、最大速度で楽しもうぜ。ラスト行こう。こいつがね、重たかったんだよ。はい、こちら。ちょうどいい感じの箱にぴったりと収まって、おい、重たいな。こんな重たい？おぉ。何これ？おぉ。
重量感がすごい。開けていきましょう。何が出てくるのかな。はい、はい、パリス。こちらはですね、これ超大作じゃん。こちらはですね、90分、で2人から4人ゲームです。で12歳以上が対象となっております。パリス、こちらが入っておりました。じっくりやっていきたいと思います。パリは今まさに世界で最も美しい都市の一つへと大きな変貌を遂げています。エッフェル塔の建設を終えて1889年に万国博覧会の開催を成功させたパリは、ベルエポックと呼ばれる華やかな時代に突入しました。パリにおいてプレイヤーたちは19世紀後半のパリの街で最も美しい建造物を購入しようとする不動産投資家の役割を担います。はい、というわけでですね、バトンサーさんのボードゲームを開けてみました。入っていた商品をおさらいしますと、まずは、法廷気分、続いてニムとザ・マインド・エクストリーム、テストプレイなんてしてないよ、ゾンビとバナナ、そしてパリス。はい、というわけでですね、全部で5個のカードゲーム、ボードゲームが入っておりました。この後ですね、ちょっとやっていきたいなと思います。昨年はですね、スキフィーの動画を作りましたので、この中でちょっと面白いなと思ったものは動画にして出していきたいなと思っておりますので、もしそれも興味があるなって方はですね、チャンネル登録をしてください。というわけでですね、ボードゲーム1万円分を開封してみました。ではまた次の動画で会いましょう。